こんにちは、アーサです。今日は、金色のコルダ20周年記念グラッテ第3弾、スターライトオーケストラの、購入品紹介と、あとランダム品をね、ちょっとまたいろいろいっぱい買ってきたんで、それの開封式をねしたいと思います。私は金色のコルダは本当に乙女ゲームの中でも大好きな作品でして、でその中でもこのスタオケはつい先日ね、あのアプリの3周年を迎えたところで、まあ差し入れはするんですけどでその3周年の日にね、あのアプリのアップデートがあってね、いやもうキャラスト15話見ました本当にもうあのエンディングを迎えたみたいな感じのね、あの各キャラのストーリーが公開されたんですけど、もう本当に素晴らしくて、もう推しが尊くてもうこういうね、もうすごいテンションの中、私はグラッテの方をね、はい、買いに行ってまいりました。なのでちょっと購入品紹介、まあ推し語りまあ、ちょっと最後にしようかなまずちょっと開けたいから、はい、ちょっとあの推しをまずどれを当てたいかっていうのを話して、開封式して、その後、推しを語ろうと思います。で、推したちなんですけど、まあ当てたい人たちね、まあこんだけいましていやスタオケってね、めちゃめちゃ人数多いんですよ、キャラ数が多い。だからまあしょうがないっていう風に言っていいかな本当にね、私スタオケの推しがねめちゃくちゃ多くてあの最推しがちょっとまだ決めきれてないぐらいです。行くとね、まず主人公はね、はい、朝比奈ゆいちゃんね、今回あのランダム日にはいないけど、はい、でもう順番に、はい、この赤髪の子、はい、もう楽器を持ってるこのアクリルっていうのがね最高にね私は刺さっているこの子はね龍崎颯って言って、 CV 森田正和さん、はい、もうツンデレですね、はい、おおらかなツンデレはい、ちょっと後でねキャラへの感想とかはね、あの後半にたっぷりします。で、これがね一ノ瀬銀河 CV 福山潤さんで、まあ先生ポジション、ちょっとねあのヒロインのゆいちゃんとはあの幼馴染っていうか、昔からちょっと関係がある感じの、はい、ちょっと気だるげなね先生ポジの人です。で、一応あの私今のところ最推しなのがこの子なんですけど赤羽拓人くん、ヒロインのゆいちゃんとは、別のね他校の子でトロンボーンを吹いてます。でね、こう見ての通り車椅子、まあ、事情があってちょっと車椅子の生活をしてる子なんですけど、めちゃくちゃ笑顔がいい本当にね明るいいい子なんですよね。もうごめんなさい、もう思いが先行してなかなか言語化できない、とにかくあの素晴らしく爽やかないい子ですもうキャラスト15話が最高に良かった。あ、ちょっと言うの忘れた、CV は、野島博文さんです。野島博文さんのキャラって乙女ゲームだとめちゃくちゃ珍しくないですか？もうね、お声がもうすっごい好き爽やかボイスにぴったりで、次がねこの人笹塚はじめ、はい、ヒロインの一個上の人ですね。先輩ポジションで、まあ他校なんだけど、CV は、石川秀夫さん。本当にこのキャラはマジで変わってる天才肌って感じ。もうどうやって人として今まで生活してきたのっていう感じの、もう変わり者なんですよね。でもこう音を追い求めるそのストイックさっていうのがすごくて、まあ、ヒロインの音とかにもね結構敏感に反応して、もっともっとくれもっとくれみたいな感じの、結構あの面白激ヤバキャラになってます。でこの子がねラスト、宇賀神七瀬くん、はい、ヒロインより年下の後輩キャラになります。まあ、学校は違うけど、で CV は小林雄介さん。もうこのキャラはねもう見てわかる通り、はい、お顔が大変よろしい
私年下キャラでこういう顔のキャラすごい好きなんで、でしかも小生意気なキャラなんで、もう設定的にはもう私ドンピシャのキャラでね、ほんと生意気なんですよもう先輩と思ってない、でもお姉さん呼びしてくるっていう、もうこの何がしたいんだ君はっていうね、心をかき乱してくるキャラで、なんかお兄ちゃん大好きでもお兄ちゃんしか見えてませんみたいなキャラになってます。でね、パートボイスがあるんですけど、舌打ちのねチッっていうパートボイスがあって、それがねめちゃくちゃ面白い。はい、ということでね、今紹介したキャラをこのランダム品で私はちょっと当てていきたいんですで、一応ねクッキーも、はい、コースター特典のために買いました。これがね龍崎くんで、これが車椅子の先の子ね、タクトくんで、小生意気な後輩宇賀神七瀬、いやもうめっちゃいい笑顔で、この人ね、アクリル買ってないんやけど、純推しめちゃかっこいい先輩ですね。他校の先輩、ヤンキーです。霧ヶ谷くんと言いまして、トランペット奏者の CV、谷山希少さん。はい、やっぱコルダといえばね、希少さん。はい、今度はヤンキーキャラということで、めっちゃね、かっこいい。かっこいいからつい、買っちゃいました。はい、じゃあ早速ランダム品をね開けていきたいと思います。まずはコロッタから開けようかな。コロッタはね今回1個しか買ってないです。 A グループ推しがねいっぱいいるグループです。じゃあ行きます。希望としてはやっぱりこのタクトくんが欲しい。行きます。はい、まさかの高坂レイさん来ました大原さやかさんてか絵柄こんなんやったんや。いやなんか一人一人ちょっと確認してなかったんで、めちゃくちゃ麗しい、やばいヒロインの、ま、女の子のね友達ポジションがコルダー毎回いるんですけど、いやこれは友達と言っていいのか、いやもう女性のその何親愛ルートだみたいなね感じのキャラで、本当にねちょっとマジでもう伝えたいことがいっぱいありすぎてもうまとまらなかった。とにかくねストーリーが本当にあるんですよ、この人はこの方はめちゃめちゃ苦労して音楽道を歩んできている。でこの朝比奈に惹かれるっていくそのストーリーが本当にねなんかもう清らかで素敵で素晴らしいんですはい、高坂さん当たりました。コロッタはね以上です。はい、じゃあ次、コースターは4枚買ってます。はい、じゃあちょっと順番にいきます。はい、じゃあ1枚目いきます。よいしょあ、やば、ちょっとひっついちゃった。来た、やばい、一押し来ました。やったー、マジで嬉しい。ちょっともうめっちゃかっこいいわタクトはね後で語りますでも本当に私はこのねお目目がもうキラキラしてて、瞳がすっごい綺麗にね描かれてるんですよね。ゲーム内でもすごい立ち絵とかスチルとかでね、このグリーンの目がねすっごい好きです。はい、やった、めっちゃ叫んじゃった気がするってことはもういいだろうっていう、なんかもう結構達成した気分ではいますが、はい、じゃあ2枚目いきたいと思います。こうなったらね他のちょっと推したちもね来てくれるんかなーなんてちょっと強欲なことを考えてますが、はい、嘘、すごくない、に推し、に推しが一応に推しということで、龍崎くんが来ました。やったー、めちゃくちゃちょっとやばいな。やっぱ推しがいっぱいいるってめちゃめちゃ有利なんよね
こういうランダム商品の時は、はい、龍崎くんも後で語りたいと思いますが、龍崎もね、あのなんだろう、キャラカラーが緑っていうことで、あの瞳の色なんですよね、緑の。とても綺麗。いやもうコルダを、まあなんか無印を彷彿とさせるようなね、コルダらしいキャラとなっております。やったー、推しが並んでいくじゃあこれ3枚目いきます。これね、あの店員さんがコースターは選んだので、マジで店員さんグッジョブすぎるんだがはい、ではあとは七瀬とか来てくれないかないきます。はい、こちらは、宇賀神七瀬の兄になりますはい、CV 古川誠さん、いやーお兄ちゃん来ちゃったいやめちゃめちゃね、あの私古川誠さんすごい好きなので、お兄ちゃん嬉しいあのね、このキャラはね本当豪快でもガッハッハッハッって笑う感じのとても気持ちのいいキャラなんですけど、あのすごいね朝比奈とね、あの似てるんですよね。ストーリーでもね、あのすごいこの二人が似てるっていう描写があったりもして、はい、あの追加キャラなんですけどね、途中ですごい重要な役割を担ってくるような、はい、キャラになっています。やったお兄ちゃんが来た。じゃあこれコースターラストです。ね、このラストはねちょっと B グループっていう違うグループ買ったんで、ちょっと七瀬とかは出ない。代わりにこの霧ヶ谷とか、あとこのね笹塚、あの変人さん天才さんの笹塚がね出る可能性のあるグループになってます。ちょっと大人っぽいキャラが多いグループなんかな。はい、じゃあちょっと引いていきます。はい、あ、音ね音音が来ました。はい、なんくるないさかわいい。いやなんかまあもうまた瞳が綺麗で私はあの目に行きがちなんかな。はい、めちゃめちゃかわいい。もうね癒し系の沖縄出身のね、はい、キャラになってます。で音音のねストーリーももうあのコルダのスタウケのねストーリーマジで感動的なんですよ。本当にこうなんかこう島からあの一歩勇気を出して踏み出すっていうそのストーリーがね、めちゃめちゃコルダこのスタウケの船出をテーマにしたストーリーとすごい合致してて、もう本当にとても可愛いキャラになっております。はい、ということで、ランダム品開封以上です。いやすごい満足、めちゃめちゃいい引きをしていた気がするもう とりあえずねこの2つね、あの当てられると思わなかった私あんまり押し引けないイメージなんで、はい、まあ店員さんにね選んでもらったではあるんやけど、はい、ちょっと買ってよかったなって思います。このね、あの20周年って書いてるこのロゴがねめっちゃいいですね。はい、ここからは推し語り好き勝手にちょっと喋っていきます。まず、ヒロインの朝比奈、はい、もうねめちゃくちゃ面白いヒロインで、あの結構ね個性あります。で音楽大好きで、もう音楽バカで豪快ほんとね体調崩すくらいまで練習しまくって、もう技術力をね上げてくる、もうその根性がねめちゃくちゃ好き、感情豊かな、はい、ヒロインです。次龍崎颯、はいコースターも当たりました。はい、龍崎も音楽にストイックで、まあツンデレ気質なんで、もうお披露目のね時からまあ、もうこのキャラがね推しになるんだろうなっていうのはね分かっていた、はい、そして待望の音楽家の、ビオラ奏者今までね普通科が続いてたからね。でこういうキャラってまあ堅物
大抵堅物で、まあ、ツンケンしてることが多いんだけど、龍崎は、まあ、あの故郷の関係もあるかもだけど、考え方がねかなりねおおらかなんですよね。なんかそういうのもありだなってこう前向きに結構捉えてくれる、達観してるというか迷いがない。だからねすごい頼りになるんですけど、音楽以外のことだとすごいピュアで、もうういういしいねデートをねしてるんですよ。そこがねギャップがあってめちゃくちゃ可愛いキャラになってます。もうキャラストのねムービーが流れる回がね私はめちゃくちゃ良かった。次、一ノ瀬銀河、はい、この下請けの物語を始めようと決めた人物です。幼い頃からの、まあ、朝比奈の知り合いで、はい、朝比奈がずっと憧れの気持ちを持っていた、もう運命枠的なねポジションのキャラです。まあ、普段ねすごいズボラで適当なんだけど、音楽の才能はピカイチっていう、もうずるさ満点なのに、かつこう銀河も音楽について悩んでることがあって、それをヒロインと乗り越えていくっていうストーリーにもうずるさが加算されてさらにさらにもうコルダの大人キャラで、まあ理性がね働くんですよだからもうすごいもどかしい展開が多くて、もうずるさマックス明るいキャラなのにこう恋愛とか音楽が絡むとこう切ないお話が多くなるというね、ちょっと変わった魅力のねあるキャラになってます。次、赤羽拓斗、はいコースターも無事当たりました拓斗は、まあ、正直推しになるまでちょっと時間がかかって、まあ、徐々にね好きになっていったキャラです。私未だになんで一番好きなのかがねちょっと説明できないでもねめちゃくちゃ好きなんですよ。もう太陽みたいな笑顔で明るく振る舞うムードメーカーっていう、まあ、ブレのない、まあ、ノーマルなキャラなんですけど、時々ねこう見え隠れする迷いとか無邪気さにすごい人間味があってこう心にねグッとくるんですよね。ちょっとね少女漫画っぽいのかも。あとタクトは明るいからねこう引っ張っていってくれるキャラかと思いきや、まあ、どちらかというと包み込んで一緒に支えながら行こうよってい こうキャラに感じてて、なんかところどころね一歩引いてるところもあったりして、もうね私はねそこがたまらないあと一歩をこう朝比奈が背中を押すっていう関係性がねすごい好き。あとねお声がねたまらん良すぎる野島博文さん、明るいんだけど、まあ、ちょっと低音ボイスなところがねもうたまらん恋愛シーンがねマジでやばいです。次は、はい、笹塚はじめ、このキャラはねやばいネオンフィッシュっていう、まあ、あのテクノユニットでね芸能人ばりに活躍してるんだけど、まあ、対人関係壊滅でズバズバとこう正直にね何でも言っちゃう、まあ、ちょっとね失礼な人です本当ね笹塚の行動は読めなくて、もうクリスマスかねバレンタインだかのイベントの時にね、なんかポケットに入ってたもういつ誰からもらったかもわからん飴をねこうヒロインに渡してきた時はねもうめっちゃ笑ったただ、まあ、恋愛展開はねなかなかに甘くて、こう自分のね興味のあることにはとことんストイックなキャラだから、笹塚のね興味の対象がねこう朝比奈に移るともうそこをね追求しまくってきて、こう掴んだら離さないみたいなね、そういうこう振り回される関係みたいなのがねもう良い良い、もう破壊力がね高いのはねこの笹塚だと思ってます。はい、じゃあラストは宇賀神七世、はい、めっちゃいい笑顔で、まあ七瀬は龍崎とかね拓斗とは真逆で、人としてねかなり未熟な状態でのスタートだったんですよね。まあ、信じられるのはもう
お兄ちゃんだけっていう精神で、まあ、結構ねムカつく言動がね、はい、多かったまあ今も多いけどでもこうスタオケのねこういう お兄ちゃんたちにほだされていく展開にすごいほっこりして、もうね私はこの龍崎とね七瀬の関係性とかがねもうすごい好きで、朝比奈もね年上らしく七瀬を引っ張って、まあ、それにこう甘え出してる七瀬がもうね可愛くてはい、でまあ攻撃的なのがねこうわがままに変わっていくその変化がねすごい楽しいキャラでした。でキャラストのね15話ねエンディングですよこう丸くね収まるのかなって思ってたら、いやもうこのクソガキとやらかしてくれたなと今までね朝比奈が年上っぽくリードしてたのに、え最後にそんなことすんのっていう、もうかき乱されまくりでしたほんとね七瀬といると苦労しそうはい、コルダグラッテ第3弾購入品紹介と開封式以上になります。いやもうめっちゃ楽しかった、ほんまにもうスタオケやっぱり大好きだなって改めて感じられる、はい、時間でした。もうほんとねコンシューマーとしてね発売されてほしいし、絶対またどっかでイベントとか展開はあると思うんで、はい、私はもうコルダに一生ついていく気満々でございます。はい、それでは以上で、この動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。